じゃん。今度は打って変わって5位の王様。5位の王様、やっぱり新聞社に勤める人だからこそこの語彙が豊かなのではないかという。なんかそれまあやりたくないゲームだな。カードを2枚か3枚選んで、そこに書かれた言葉でこういろいろこう条件があると思うんですが、全部に当てはまるその言葉をワードを発すると。一つが何だ、読めないな。作業から始まる。作業から始まる。秋に関係する。秋に関係する。さ、秋。青に関係するってこれわからないよ。ちょっと待って。さから始まって秋に関係して、作業から始まって、青に関係する。秋と青が結びつかないですね。ね、全く結びつかないよこれ。難しいなこれ。not ごい、not ごいって言うんですね、こうやって。これ。サンマ。not ごい。ああ、サンマいいじゃないですか。なんか青魚だし。おお、まあ、ナイスごい、ナイスごい。まあこれまあ、あのアシストがあったんですけどね。首位からの今アシストがあった。これは出ないよでも。家業から始まる。夏に関連する。赤。か。かき。く。うん、け。スイカと行きたいとこなんですけど。家業なんですよ。赤でしょ。かき氷は違うんだよね、だからね、全然ね。ああ、かき。赤じゃないから。いちご。かっこいちごでいいんじゃないですか。かき氷かっこいちご。ずるくないみたいな。これちょっともう、高三、高三、これで。高三ですよ。語彙が足りない。